5月30日午後2時過ぎ、都庁の中にある保育園を小池百合子知事が視察した。7月の東京都知事選挙をめぐり、立憲民主党の蓮舫議員に先手を打たれた形の小池知事。腰を下ろして、園児と触れ合おうと両手を出すが、百戦錬磨の小池知事も、園児相手には苦戦しているようだった。その後の囲み取材では、ああ、いいね。 こういう時間はと笑顔を見せた小池知事。東京都小池百合子知事は8500人近くいた都内の待機児童数がほぼゼロと、チルドレンファーストの東京を進める。これを継続的に行うことがポイントと述べ自身の実績をアピールした。都知事選をめぐって最大の焦点となっているのは小池知事がいつ出馬を表明するか。 記者から今の子たちが小学校に上がるまで4年4年後まで見守りたいという質問が飛ぶと小池知事は思わず笑ってなかなか回りくどくと応じたさらに別の記者が知事の3期目の思いが聞けるのかと畳みかけると現職なので日々公務がありますそれに集中していきたいと話した小池知事といえば緑が勝負カラーだが この日のジャケットはエメラルドグリーンだった。記者にユリコグリーンですかと聞かれると小池知事は微妙ですねと笑いながら答えた。まだ勝負の時ではないということなのか30日も出馬を明言することはなかった。小池知事は当初定例会初日の29日に出馬を表明すると見られていたが一転見送りとなったがその背景に何があったのか。 政治ジャーナリストの田崎史郎氏は、小池さんは、蓮舫さんのペースに巻き込まれたくない。それより間を置いて、出馬表明したいということ。それが、結果的にじらすことになると見ている。蓮舫氏が27日に出馬を電撃表明したことが、小池知事の戦略に影響を与えたとの指摘だ。では、出馬表明はいつになるのか。田崎氏は、一番可能性が高いのは、 と議会最終日の6月12日ではないかその日のうちかその次の日くらいに表明されるんじゃないかと推測されますとの見立てだ都知事選の告示は6月20日小池知事が沈黙を続ける一方都知事選をめぐっては30日も新たな候補者が名乗りを上げたタレントの清水邦明氏73が会見し 皆さんが安心して暮らせる東京の状況を作り出さなきゃいけないと述べ立候補を表明した都知事選には広島・秋田方市の石丸慎二市長や航空自衛隊の元トップの田神俊夫氏など20人以上が出馬を表明している以下は視聴者からのコメントです欲に目がくらみ国民に真摯に向き合わない自民党と抜き差しならぬ関係にあるのが小池さんだ 都知事に初当選した時の選挙戦で、小池さんは自民党を徹底して批判していた。まさに覚醒の感を感じる。今の自民党は、当時に比べても明らかに支持を失い逆風の嵐だが、そんな自民党と小池さんは裏で大勢を重ねている。建前では距離を置く、ステルス作戦を今この瞬間も思案していると見て間違いないと思う。 まだ現職の都知事な立場を貫いている姿勢だと感じますあくまで立候補なので本人の自由だし、太鼓持ちをしたくないのでしょう自民とどう枠組みするのか、前回のように完全無所属で連携しないのかこれだけ不景気になってしまって、都の財政をどう切り盛りするかなど興味はありますが、決めるのは有権者で都民です 例えば、無所属を標榜しながら、裏では自民党と握っている。地方政治でも、そんな古俗な選挙戦は、頻繁に起こっている。そのずる賢さは、日本中に蔓延していて、その結果が、今の疲弊した日本社会を作っているわけだ。有権者はそのあたりをしっかりと見極めないと、今の社会のように痛いしっぺ返しを喰らうことになる。今年の地方選挙では、軒並み自民系は、 敗北を期している。選挙に行こう。しかし慎重に、だ。